ショルスペシャル。宇宙から新しいゲームの情報が降り注ぐ。こんばんは、ゲーム虎の大穴パーソナリティの串田理子です。いやー、明日決勝ですねっていう話は置いといて、今この放送はね、電波が送られて皆様の元に届いているわけですが、今通信といえば通信カラオケなんかすごいじゃん、あの X、 あの自宅でね6万何千円で弾いて1曲あたり100円だか何十円だかなんか知んないけれども、やりたいですね実に。なんかジョイサウンドもそういうのを目指してるらしくって、なんかこの間アンケートが回ってきたな、ニフティサーブで。なんかテレフォンカードとかください、ジョイサウンドの人聞いてたら。はい、私カラオケ、そんなにでもないけれども行きます。友達 と、あと家族と行きますね。何を歌うのかというと、古い曲が昔は多かった、あの第一交渉とか前世の時は古い曲が多かったんですけれども、今通信なんでね、もういろんなマイナーな曲あるでしょ、だからあのね、ピチカート5の昔の曲とかね、いろいろ歌ってますが、皆さんに合わせるっていうか、なんていうの、盛り上げ要因としては TRF ですね。あの踊って歌ってます、恥ずかしいけど。はい、私の母は何、あのエリチエミさんとかあのそういうのを歌ってますね。うちの父はヨギーの第二国道とかそういうのを歌ってますね。もう点でバラバラですけどね、最後に踊るポンポリゴリンとかで、お茶を濁したりしてますが、うちの近所カラオケボックスたくさんあるんでね、次はいくつぐらいに行こうかな、それまでにレパートリー増やしとかないと。何覚えようかな、何を覚えたらいいかな、グローブとか覚えようかな、またそういうのにしようかな。マイリトルラバー、ちょっとポップかな、カラオケで歌うには悲しくなっちゃうかもしれないな。はい、ではそういう感じでね、今日も皆さんゲーム博物館に、マガジンを取りに行ってください。こちらも通信でね。ゲーム虎の大穴、改めましてこんばんは、ゲーム虎の大穴スペシャルパーソナリティの串田理子です。もうね、予選2日目も終わりまして、明日からいよいよ F1 決勝。 F1 での挨拶はね、英語で行われるのかな、イタリア人ドライバーもたくさんいる。やっぱり F1 っていうとフランスなんでしょうかね、ボンジューとか言うのかな、ベルガーだったらね、あれグーテンターグとか言うかもしれませんけれどもね。というわけで虎の大穴ウィークエンドスペシャル、最初のコーナーは新作ソフト情報局 With プレビューパート2ということでね、今週ご紹介するソフトは、11月17日にゆたかさんから発売されますロゴスパニックご挨拶です。今日はね、ゆたかの、川本さん、以前もあのスパポーンの時にでしたっけ、はい、いらしていただきました川本さんにねお越しいただきながら、このロゴスパニックご挨拶についてね、いろいろお話を聞きたいと思います。どうもこんばんは、あよーんすそう、あよーんすってのがロゴスパニック風のご挨拶なんですね。そうですね、挨拶になりますね。まあ、これ今 F1 風のご挨拶ですね、はい、しばらく馬系は馬系サバラパッパ、いいやはい、はい、そう、このご挨拶、おはようございますとかそういうのじゃなくて、なんかいろんな挨拶があるよねというソフトですけれども、ね、一体何なんだそれは。とりあえずマガジンの方をね、皆さんダウンロードできてますでしょうか、見ながら、川本さんの方にね解説いただこうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、それではね、まずそのご挨拶ってさっきから言ってますけれども、はいはい、ロゴスパニックどんなシステムのゲームなのか、こちらの方からご解説願いましょうか。そうですね、もう基本的にはこれクロスワードっていう風な部分とですね、はい、それからですね、あのビリヤード、これどういう風な感じでビリヤードなのかっていうのは後でご説明申し上げますけれども、はい、言葉を揃えてですね、まあ挨拶し倒してですね、で出世の街道をね、突き進むという風なのがね、出世街道を突き進むということはプレイヤーはどっかの社員だったりするわけですね。そうですね、今回出てくる、まあ、その8人なんですけども、はい、そちらの方でですね、企画担当の人とかですね、それから販売促進部の方とかですね、はい、それからマーケティングコンサルタントというですね、会社になくてはならないですね、ポストについている人たちがメインのキャラクターになります。でその人、そのキャラクターごとに違った挨拶の仕方を持ってるわけだ。そうですね、これのバリエーションが非常に富んでましてですね、はい、例えばまあ先ほどのアヨーンスなんていう風なのですね、まあおはようございますっていう風なのですね、はい、短く縮めるとこんな感じになるんで、アヨーンスって感じ、
でまあそれから他にもですね、まあおじさんとかがよく言うような感じの、どーれとかですね本当に挨拶なのか、もう経理科の人なんかもう人に会うとですね必ず伝票伝票伝票っていう風な感じでですね、伝票請求とかですね言うかもしれない、であとまあ年寄りになると若いのとかいう風なですねそんな感じの言葉ですね、お約束って感じの言葉かな、そうですね、でまあ社会の雰囲気をですねここでまあ、あの皆さんに学んでいただいて、立派な社会人になっていただきたいな、挨拶は基本だよということですね、この社会を学べっていうことです、ね、我々に学べって言ってんのかな、あれあれ会社経験ないしねあんまね、僕らの挨拶もいい加減っちゃいい加減ですよね、おはようございます、言わん、私ずっとちゃんと言ってるよ、おはようございますって、私別にそういう業界だからじゃなくて、昔塾とか行ってた時も夜なのにみんな初めて会うじゃない、だからおはようございますって言ってた、うわ業界系俺はおはようございますって言わないんだよ、まあ、それをとりあえずその例えばおはようアヨースとかをどういう風にゲームにするんですか、これは。そうですね、これはですね、キーワードがですね、続々と出てきますので、その文字を使ってですね、クロスワード風に並べていくわけですね、それがマガジン2ページ目に出てるわけですか、そうですね、でまあ相手のフィールドの方にですね、どん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 技を使ってですね、まあ、言葉を並べていって、まあ、相手をですね、まあその書類っていう風な形になってるんですけども、あのどんどん文字が出てくる、入れ替わり立ち替わり出てくるのは書類なわけだ、あれを例えば、自分がアヨン音素を揃えたいときはあとか出たらピシッと取って、そうですね、自分の挨拶としてしまってですね、言葉を揃えていくと、でまあそれを揃った言葉がですね、相手の方にですね、まあ、意味のない書類をどん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 送り込んでしまうと、相手がそのアヨン素とかを揃えにくくしてしまう、そうですね、ですかね、でまあそうすることによって、まあ、相手のまあフィールドをですね全て埋めてしまったら勝ちと、いうふうな形になりますね、なるほど、それからほらその並べ方なんですけれども、さっきほらクロスワードプラスビリヤードなんて話があったでしょ、それの方は、そうですね、これこちらの方ですね、まあ、クロスワードというふうなことなんですが、これ縦横斜め後ろ、まあ、全ての方向にですね、並べることができます、例えばですね、普通だったらまあ右から左にっていうふうな読み方になると思うんですが、それが今度は左から右に続いてもいいというふうな、それからですね、いっぺんにですね、まあ挨拶の揃え方によっては、3つ4つといっぱい消すことができたりとかですね、するわけなんですね、なるほどね、例えば同じ文字がかかってたら、これ例えば伝票とこれ何そうですね、これとうが同じだか ら、そういうやつ、うの部分を重ねることによってですね、いっぺんに揃えたりですね、することができます、ちょっとページめくってください、これ今ねゲーム解説1番から5番までだいぶ説明しましたけれども、ちょっとそのもっともっとめくっちゃって、だんだんそうですね、ゲーム解説はほとんど終わったんで、その面白い部分を見ていきましょうか、ね、これそう、この今ね通常技とかその挨拶を揃えると技で邪魔できる、そうですね、3種類あるわけですね、でまあ黄色い文字でですね、まあ、画面のキャラクターのですね、左もしくは右の方に出てると思うんですが、黄色い文字でですね、武法とかですね、13ページ目14ページ目、12ページ目、表示されてますね、これが通常技と呼ばれるやつですね、キーワードは非常に短いんですが、3文字とかね、まあ、それなりの攻撃力というかですね、あんまり邪魔できないあんまり邪魔できないですね、この赤いのは何ですか、15ページ目、赤いのがですね必殺技と呼ばれるやつ、5文字ですね、これ大体の5文字から6文字ぐらい非常に長いんですけれども、これ完成させるとですね、まあ、相手のフィールドをかき回したりとかですね、それから同じような文字をですねいっぱいコピーしたりとかですね、まあ白紙に相手のカードを白紙にしてしまうとかですね、書類を白紙に、せっかく作った書類を白紙にしてしまう、なるほど、揃いにくいだけに絶大の効果がある、もう一個ありましたね、確か青いやつ、青い文字なんですけど、こちらの方がですね、防御技になってましてですね、自分がピンチに陥った時に、この挨拶をすることによってですね、自分の、まあ、弱っているところをですね、防御すると、でまあ一挙に形勢逆転というふうな部分をですね、この防御技を使うことによって、できるんですね、17ページ目、そしてこの挨拶が揃うと声が飛び出すなんていうね、話も書いてありますけれども、
まあ、今回ですね、はい、いろいろ声優さん使いましてですね、もうその挨拶、もう社会人の挨拶、やっぱり言葉がねしっかりしてないといけないと、ね、はい、そこにはやっぱりまあ言葉のプロである声優さんにお願いするというふうなことでですね、はい、今回三石琴乃さん、まあ、セーラームーン、はい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 、セーラームーン役やってらっしゃる方ですね、あ、主役って感じですか、そうです、もうそこら辺のもうベテラン声優さんをですね、はい、たくさん使ってますんで、その挨拶の言葉だけでもですね、うんうん、自分楽しめるんです思います、ね、セーラームーンさんはなんて挨拶してくれるんですか、ですね、これよもやま花子さんでしょ、ね、よもやま花子さん経理、このよもやま花子さんはですね、企画部の企画担当ですね、で、まあ、ここら辺で言うのがですね、ブホーとかですね、セーラームーンブホーってなんか鼻息ですね、鼻息ブホーとかいう風な感じですね、まあ、元気のいい時ですね、それが、まあ得意な状態ですね。なるほど。それからですね、必殺技の方がですね、はい、もしししし電話取る時にですね焦ってしまう、ね、もしもしって言えないもしもし言えないもしししいう風になってしまうですね、はい、それから、まあ防御技ですね、これから一発っていう時にですね、よいしょっていう風な元気な掛け声をですね、うんうん、出してくれますんでですね、なるほどね、こちらの方もね、うん、ファンの方にはたまらないこう、ね、ポイントになるかと思います。そう、ファンの方にもたまらないといえばこれ強烈なんですけど、キャラクターが絵が、そうですね、こちらの方ですね、イラストレーターの知り上がりことぶきさんですね、はい、起用しましてですね、社会の雰囲気というふうなのをですね存分に発揮していただいているという感じですね、はい、知り上がりさんの方はですねこういうふうな社会派漫画をですね、中心の、まあ、漫画家さんなんでですね、はい、私たちのこの挨拶のコンセプトにですね、はい、非常にこうかっちりハマっているかなと、なるほど、します、ね、それではね、川本さんの方からその23ページ目にあるね、はい、挨拶のコンセプト、こちらの方をですねちょっと昭和しまいと思います、はい、1つ挨拶は社会の掟、2つ挨拶は出世の道、3挨拶は、心の鏡、うん、ね、これ、まあ、大日本商事の会長の方でですね、まあ、一応社訓としているこの3つのね、挨拶のここ挨拶をですね3箇条というふうなですね、やっぱりわかりました、私ロゴスパニックってあれですね、教育ソフトと、そうですね、もう最近言われてますエデュケーションソフト、そうですね、もう最近そのエデュケーションに、まあ、エンターテイメントつなげてエデュテイトメントソフトというですね、はい、そういうふうな高所の名前ついてますけどですね、そういうふうな教育のね、観点も一応入れてあります、はい、ということで、道徳、子供に道徳のしつけをしようとしているお母さんたち、ロゴスパニックダウンロードして遊んでみよう、こちらですね、発売日と値段の方もう一回ね、川本さんの方から、はい、はい、発売日の方がですね、はい、11月の17日になります、17日、はい、そして価格の方はですね、はい、9800円税別となっておりますのでですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ最後に綺麗な挨拶で お別れしたいと思いますん で、はい、準備の方はよろしいでしょうか、よろしいですか、あ、探してますね今マニュアル見ながら、いやいやいや弱いなここら辺ですね、はい、はい、それでは今日は貨物さんどうもありがとうございました、あったした、こんばんは、アイリッシュダンスです。今週末はいよいよ秋競馬 G1 ラッシュ第1弾天皇賞だ、東京の2000はスタート直後に失格にならないようにみんな気をつけようね、ブライアン君が休み明けで出てくるけど、うん、どうだろう、ということでゲーム虎の大穴秘伝ソフトのお知らせです。今週初登場の秘伝ソフトは RPG スクールで作ったジュエルオブライブ2と豊かのロゴスパニックのトライアル版です。虎の大穴秘伝ソフトは午後8時まではゲーム博物館で、8時以降はゲーム工場でダウンロードできます。ちなみにどのソフトがいつダウンロードできるかっていう一覧表は壁新聞社にアクセスするとわかります。以上、虎の大穴秘伝ソフトのお知らせでした。 F1 もいいけど G1 もね。ゲーム虎の大穴、それではね、川本さん、豊かの川本さんお帰りになったところで、このロゴスパニックご挨拶ね、我々で遊んでみたいと思います、うん、これ対戦モードついてるから篠原くん、じゃあ対戦しようか、うんうん、誰に、篠原くんそれにしてよ俺味噌ってオタク系社員、オタク系社員、私誰にキーボード叩いちゃってるもん、誰にしようかな、
じゃあセーラームーンにしよっか。やっぱよもやま。じゃあセーラームーン、はい。じゃあ味噌対よもやま花子さんでいきましょう。何、篠原くんさっきおはようございますって言わないって言ってたじゃん、うん、なんて言うの、なんて言ってんだろう、いつも入ってくるときなんて言ってるなんかでーすとか言ってませんでーすって何の略がでーすなの、ねねね、あ、そうか、こうやってやるのか、そう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 、その下のあの人を動かして、で、あのプラスのところが移動したところにピシってこいつだってさ、これさ、とかだよとか、うちはだセーラームーンはね、武法とよいしょうともししし、ってやつ。これさ、どうでもいいけどさ、自分の欲しいのがさ、自分の欲しいのが来るまでにすっごい時間かかるっていう、それがちょっと間抜けだね。いいなこれ。死がここに来たからよいしょ、今ねもしししっていうのを私はね一生懸命集めてるんだ。もうもうもししもしし、あ、これをあと何、つだ、小さいつ、あ、なんかいらねえ、あ、なんかいらねえ、ほうぶほうってやつだね。見たいです、だからあと、あ、やべ、上に乗っちゃうんだ、死はないよ俺、死、イがいるわ、イが、よーイだね。えなんかいらないよ、篠原くん早く持ってってよ、もう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 今いらなかった、もうさ、えしか出てなくて来ないよ、もうリーチかかってんのにたくさん来ないよ、ちょっとまだ、私とりあえずさ縦にしか縦にしか揃えられないんだ。篠原くんどう、ちゃんと縦横斜め使ってる、ほらもしもし言ったよ、白紙言った、攻撃しました、ほなんか俺いらないよ、おもいらない、いらない、早く取って、あ、白いとこ使えないじゃんもう、早くもしししし、これいるんだよね、うちよいしょだもんね、よいしょ、よが読んだ、これさ、その何テンポがあまりよろしくないけれども、その何、あのオリジナリティはありますね、うん、あのクロスワード兼なんて言うんですか、あの ビリヤードっていうかタイミング来たよ、なんかもがたくさんタイミング芸っていうんですか、とりあえずサテラビューでみんなやってみて、とりあえずねプレイ中はハマると思う、楽しくできると思うね、私はほなんていらねえっつも、いらない、早く持ってって、もうたくさんありすぎだよ、ちょっと、いらない、見たい、あのおあのおあのおよいあのおおのが来たじゃん、もういらない、あのあのえへえへえだからここに入れようかあれあれ、絵が消えちゃったよ、ああし言うな、お疲れ、帰るときは失礼しま、お先に失礼しますだな、あ、なんか来たよ、あとはなんか業界の挨拶とかないの、ねえ、業界の挨拶とかないの、業界の挨拶いっぱいあるよ、どんなの、せーすほうほうなんていらないよ、もういらないのばっか、タイタイタイなんとかしてよ、ちょっともうこれいらないの出てきちゃったらつまんないよ、早く早く、へなんていらないの取っちゃったよ、またもうヨが出ないよ、ヨがヨのいらないの、早くのー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 、あ、やべ、もう変になっちゃった、きったね、なんでこれこれね、声って出てるちゃんと、あ、やべ、あ、いいね、揃えた時声出てる、なんか出てた、へーへーへーとか言ってて、ちょっと私に揃えさせてよ、いや、それは自分で揃えさせてよって言われても困るんだから攻撃ができないっていうか、対戦でも長く楽しめますね、1試合、例えば、ゆうたかさんのソフトないスパポーンじゃない、まあ、例えばね、ぷよぷよの対戦だったりすると連鎖とかですぐ決着ついちゃいますけれども、まあ、こちらもそういう組み方はあるにしろ、防御技もありますし、長く楽しめると思います、うん、ですぐ出てこねえよこれ、その何、もうちょっとさ、めっちゃ俺カーソルを、カーソルを自由に動かせる、あるいはもうちょっと早くタイミングゲージが動いてる、ゴルフゲームみたいに、だともうちょっと面白さが出るかもしれませんね、そちらの方は皆さん実際に遊んで確かめていただこうと思います。とりあえずオリジナリティは私買うな、これ、うん、うん、な感じで、新作ソフト情報局ウィズプレビューパート2でした。
ゲーム虎の大穴。ムーオさんから、近頃のゲームはグラフィックだけで評価されている、どれだけ楽しく遊べたかが評価の対象じゃないのか、リコもそういうやつじゃないのかということですけどね。失礼な人ですね、呼び捨てにしないでね。はい、近頃のゲームはグラフィックだけで評価されてるでしょうか。違いますね、スーパーファミコンの場合はそんなことはありませんね。次世代機とかね、そういう話になりますと、まあそれも重要なファクターですね。そうですけれども、グラフィックというのは単なる一要素ですね。もちろん素晴らしければ素晴らしいに越したことはありませんが、これ何曜日でしたっけ、言いましたけれども、グラフィックといってもね、容量の問題、質、センス、いろいろありますね。どれだけ楽しく遊べたかが評価の対象っていうのは、これはその通りです、おっしゃる通り。グラフィックだけで評価されているってことはないと思いますよ。以上、今日の一口ハガキでした。ゲーム虎の大穴。それではここでこのコーナーいきましょう。くしなぎこのスーパー何でも語っちゃうよ。私がね、ゲームに関してありとあらゆることを語ろうというこのコーナー、いろいろ姿を変えながらね続いてきたわけですけれども、姿もうすぐ変えるらしいですね。ちょっとわかんないけどどうなるんでしょうか。で、通常形式で、通常形式っていうか何、その何でもベスト3みたいな形で今やっておりますけれども、うんうん、今日お送りするのはですね、ゲームにしてほしい SF 小説ベスト3ということで、またわかんない SF 分野に行ってきましたね。はい、これ SF ってサイエンスフィクションの略ですね。これはあのゲーマー、コンピューターとか、そういうコンピューターですね、ゲームもでしょ、うん、そういうのにあの関わってる人の、まあ、必須科目と私は呼んでおります。別にそんな、別に履修しなくてもいいんだけれども、もし自分がゲーマーなんだ、俺マニアなんだって言うんであれば、うん、一度は、履修してほしい科目ですね。ゲーマーとしての必修がこれでさ俺さ放送作家としての必修がプロレスなんですよ。どっちもやってないからということで、ね、全然ダメじゃん。いろいろやりたい、ここにもあの書いてありますけれども、ファンタジー小説とかもやりたいんですが、うん、今回は私の好きなジャンルのSF ってことでね、なんか笹沼さんも好きなのかな、ひょっとしたらそういうのがありましたんで、うん、SF 小説にしてみました。で、ゲームにしたい SF ですんでね、好きな SF ランキングはまた違います。で、私が一番好きなのはね、ハインラインって人が書いてる夏への扉じゃないかなと思ってんですよ。猫の話、猫とタイムマシンの話、すっごいいい話ですよ。あとね、ダニエル・キースのアルジャーノンに花束をって有名ですけどね、ネズミの話ね、これもなかなかハートウォーミングですね。あとディックのアンドロイドは電気羊の夢を見るか、これは素晴らしい、みんなチェック、これはブレードランナーの原作ですね、映画ブレードランナーのね、というようなね。あとハインラインの宇宙の戦士っていうのも 大好きなんですが、これはなんかガンダムとかにもうすでになんていうのかな、世界観が反映されてますんで外しときましょうということで、それでは何が第3位なんでしょう。第3位はじゃん、ザバザン、バーチャルガールという新しい作品ですね。エイミー・トムスンさんっていうこの人は女流作家の方です。はい、以下ようやくは私が個人的に分析を持って串田理子分析で行っているものです。はい、エイミー・トムスンさんね、バーチャルガール非常に新しい作品、最近の作品です。でこの人なんかこれ書くのに、VR 学会とかに出てなんか資料とか集めたらしいよ。だからかなりそういう科学的にも本格的だし、でストーリーはね、そのマリっていう美少女アンドロイド、生まれたばっかりのアンドロイドが、あの逃避行の冒険を繰り返しながらね成長していく話です。どうしてかっていうと、その時はアンドロイドの開発がもう禁止されている時代なんで、見つかるとすぐ破壊されちゃうんですよ。だから逃げ回るんだけれども、そのうちにね、そのあのマリーがいろんな社会的に問題のある人とかね、いろんな人との出会いを繰り返して成長をしていくわけですよ。そういうハートウォーミングなね話がとってもいいんですけれども、これどういうゲームがいいかな。アンドロイドね、生まれたばかりのアンドロイドということで、まだこの人は人間らしさを身につけていません、だから育てゲームにすると非常に面白いですよね、っていうのがすっごい普通だったんで、
だったらいっそのこと RPG アドベンチャーの方がいっかみたいな、うん、なんかだってアンドロイドで育って系ってありそうじゃない。あるね、うん、だって逃避行だって言ってるぐらいだからRPG の要素、そうそう、なんか冒険者でね、こういう世界観の RPG って今までないから、そういう育ての要素もありの、人間らしい行動を身につけのね、逃避行を繰り返す、そんなね RPG アドベンチャーにしたらいいんじゃないかな。でこのマギーを作ったアーノルドっていうのが主人公はマギーか、作った人がいるのよ、うん、この人がね結構そのコンピューターオタク青年でね、結構業界呼ぶ人もいるんじゃないかな、皆さん早川文庫から出てます、読んでみてください。アーノルド。それでは第2位はズダン、スキズマトリックス、これはブルース・スターリングっていう人が書いてますね。早川文庫は連発ですね、はい、早川と草原ぐらいしか出てないんだもん SF って。なんかサンリオとかあったけど潰れちゃうしね、このスキズマトリックスと第1位の小説はですね、うん、サイバーパークムーブメントっていうのがありまして、これがまあコンピューターならでは自習しなくちゃいけない科目ですか、サイバーパンクです。はい、サイバーパンクってどんなのっていうと、そのブレードランナーとか、うん、ジャッジドレッドのあの未来の世界とか、あんな感じよ、ビジュアルイメージで言うと。でこれはねスキズマトリックス、まあ話は置いといて、何がね強烈かっていうと、派閥があるのよ一つずつね。一つはバイオテクノロジーで肉体を変化させて宇宙に適応しようとする派閥、うん、でもう一つは機械部品を使ってサイボーグ、自分をサイボーグ化して宇宙へ適応しようという派閥、うん、この二つが戦うの。どっちになりたい、篠原くんだったら。どっちもかっこいいじゃん。バイオテクノロジー対機械部品だよ。できれば人間のままでいたいんだ。宇宙に適応するんだよ、ニュータイプになるってこと。それは宇宙へ適応するって、だから世界観が僕にはないよ。私どっちになろうかなっていうことで、皆さんもうお分かりだろうけど、これは大ゲームですよ。シミュレーションにしたら面白くない？ねえ、メカニスト対シェイバーの、ね、お話のストーリーが見えるよね、うんうん、だけどまあこれなんかビジュアルイメージじゃん、ガーンって。そんなサイボーグとバイオテクノロジーが戦っちゃうんだよ。いやサイボーグはビジュアルイメージ出ました。バイオテクノロジーが見えません。そういうところをさ、そういうところをちょっと盛り上げてほしいなっていう、そういうところを盛り上げてほしいなっていうね、うん、ウォーゲームにしたら面白いかな。いきなり80メートルぐらいになっちゃうんですか、体が。そんなにはならない、なんないかな、うん、まあいいや。そして第1位はだだん、ニューロマンサー。これがあの有名なウィリアム・ギブスンという人ね、サイバーパンクムーブメントの筆頭者。早川文庫三冠王ですね。ニューロマンサー、最近 JM というねビートたけしさんが、主演かなんかなさった あれの原作者ウィリアム・ギブスンです。クローム襲撃っていうのが原作ですけどね。へ、はい、でこれがね素晴らしいんですよ、うん、ニューロマンサーってどういうことかっていうと、ニューロ、頭脳神経のニューロとロマンサー、ロマンを抱くロマンサーと、あとネクロマンサーを引っ掛けた造語なんですけれども、あ、ニューロマンサーじゃないんだ。そうニューロマンサー、そう読んでもいいわけ、ロマンサーだから、ニューロマンサー、ニューロマンサー、どれでもいいんですけれども、これがね直結すんのよ、コンピューターネットワークと自分の頭脳を直結する話なの、うん、でその中に自分の意識を泳がせるネットワークを、うん、そういう話なのよ。かっこいいでしょ。だから自分が自らの意識で、例えばあの企業システムのね、プロテクトかかってますね、企業システム重要秘密事項、うん、それを破り自分の力で、うん、自分の頭脳対プログラムよ、うんうん、そういうやつなのよ。ウォーゲームですね。違う、もうあれこれだからそういうゲームなんで、うん、ね、電脳空間に新しい何かが息づいてるんですよ、自分の意識、電脳空間で人工知能、そういうなんかほらコンピューターと直結したゲームが欲しい。今日は難しいですね。電脳空間言われては僕はまず脳下垂体は思い浮かぶんですけどね、まず電脳にならないといけませんからね。とにかくそのコンピューター対頭脳っていうのを対立の図が見えるわけじゃない、うん、そしたらオセロゲームとかでコンピューター対自分の頭脳だからコンピューターの中に入ってくゲームよ、そういうのにして作る人。そういうのにして言われてもね。いいじゃんね、うん、それこれを作るのはね、そうニューロマンサーの舞台千葉ですから。コンピュータウイルスの、うん、あの RPG ウイルスバイオ RPG、 ウイルスバイオ RPG だから千葉の企業ね、アートディンクとかありますね、作ってください。千葉、うん、千葉って千葉が舞台なんだよニューロマンサー。嘘、ほんと日本なの。サイバーパンクのね舞台ってのは日本香港ですからね。また千葉か。ということでね、今日はゲームにしてほしい SF 小説ベスト3、行いましたけれども、来週以降はちょっと形態が変わるんですか。まだ
後で発表するということで、くしだりこのスーパー何でも語っちゃうようでした。オッケー、ゲーム虎の大穴。ゲートラリクエストアワー。さてこのコーナーでは皆さんの思い出に残るね、ゲームミュージックとか思い出の曲とかそういうものをねどんどんかけていきたいと思っていますけれども、なんと今日が実は最終回だったりして、またね今後も曲をかけるコーナーとかできるかもしれないんで、引き続きリクエストの方は、いただきたいと思います。それで今日のおはがきですけれども、埼玉県三郷市の、プレイヤーネーム水元のザリガニさんから、リコさんこんばんは。さて先日このコーナーでドライブゲームをやるときにディープパープルのハイウェイスターを聴くって人がいましたが、僕は RPG をやるときに必ず聴く曲があります。それは世紀末のエルドラドという曲です。ファイナルファンタジーのオープニングとかに合わせて聴くと超かっこいいです。どうやらゲームとヘビーメタルはよく合うようですね、とのことでした。どうもありがとうございます。世紀末さんね、私はね曲もまあかっこいいですけれども、トークとかがすごく好きで、例えば最近だともう終わっちゃったけど FM 東京でノルソルとかやってましたよね。あれで面白かったのが、あの曲の公開操作とかしててわからない曲、フレーズだけ覚えてるんだけどわからない曲を歌ってそれの公開操作するコーナーとかがあってね、私も公開操作してほしい曲があるんですけど、いつかこの番組でやってもいいでしょうか。はい、あとねエースさんとかがあの私の好きな東京パフォーマンスドールの矢田舞さんの曲とか書いてたりしてね、そういう個人活動とかも最近結構目立っていますけれども、それではね早速エルドランドの方聞いてみたいと思うんですが、この曲をかけている間にですね、ゲーム虎の罠スペシャル土曜日は長いです、2冊目のマガジンを取りに皆さんゲーム博物館の方に行ってください。それでは行きましょう。世紀末エルドラド。
虎の大穴。ではここでね、最終回を迎えるこちらのコーナーへ行きましょう。ゲーム虎の大穴ウィーケンスペシャル。毎週毎週ね、ちょい苦とかそういういろんなことやってまいりました、うん、ついにこの番組の最終回ですか。ウィークエンドスペシャル、今日最終回。この番組が最終回。違うもん。なんとですね、どうして最終回か知ってます、篠原くん。なんと11月からこのゲーム虎の罠土曜日、うん、30分間になるんですね。嬉しいことじゃないですか。今何分間、今何分間、10分50 分, 50分20分も短くなるんですよ。何を言ってんですか、もともとは10分の帯番組だったはずですよ。でもなぁ、変わりましたか、そこなんだ。変わった変わった、私変わった、アップしたもん。変わったんですよね。で、1回アップして、アップした金額1回しかもらえなくて、ダウンダウンダウンよ。俺なんかだって据え置きだよ、据え置きだよ。でね、来週のゲームの虎の大穴どうなのか今日は話をしたいと思うわけだ、うん、で、リコちゃん的にはですね、うん、1時間に増えてほしい。ギャラが増えるならね。ね、うん。でね、まず土曜日にはね、新コーナーができるらしいんですよ。なんか私が知らない間に密かになんか企画が進んでたらしい。神田の方で。首脳陣によって。その新コーナーのタイトルは。でもそうだよね。あ、いや、俺？その新コーナーのタイトルは。リコちゃん電話開通のお知らせです。もしもし、私リコよ。リコちゃん電話でーす。で、これ何？これどういうやつ？何ゲームドラの罠から私の150分の1世界人形が出るから、その情報を流す電話を解説しますというのは嘘で、毎週毎週一つお題を出します、うん、ほう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 、なるほどね。ゆこちゃん電話マシマシダイヤル、ルームスみたいなやつだ。終わっちゃったけど、丸いの東京エンターテインメントルームス、もしくはあのなんかプー、今日彼に振られちゃった。違うの、そういうんじゃないの、プー、うん、そういうやつじゃない。あ、マガジン見ながらね。なんか投稿写真とかに出てるあの Q2 コーナーみたいなやつでしょ、伝言ダイヤルとか。違うの、女の子いるとか。惜しい、なんか1時間で6000ぐらい取られるやつじゃないの。私理解よ、私リカちゃん電話はあんまかけなかったけど、うん、ミクロマンはかけてたんですよ、うん、でこの間そういう話してたら小林ディレクターが、俺まだミクロマンの電話番号言えるとか言って言い出しちゃって、びっくりしちゃった。なんかうちらの知識って偏りすぎね。絶対に。で、この企画はですね、マガジン2ページ目、プレイヤーの皆さんの生の声をサテラビューで紹介しようという刺激的な企画です、だって、うん、へえ。でザン、なるほど、私が留守番電話を開放しなくちゃいけないんだ。串田さんちの、やだよ、セントリガンのでしょ。串田さんちのあのさ、やだ、多かったじゃない、ファックスの方の電話をさ開通させようよ。ダメ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 。で、プレイヤーの皆さんはね、週替わりの話題についての意見や感想をこちらの留守電にどんどん吹き込んでくださいということで、みんなの声は虎の大穴リコちゃん電話コーナーで紹介するから楽しみに待っててね。でお題が出るわけだ。今週募集する話題はリコちゃん電話開通お祝いメッセージです、うん、みんなからの虎の大穴に対する声援なんか入れてもらえると嬉しいなって誰が書いたの、嬉しいな、うん、その時は、名前かっこプレイヤーネームかも忘れずにね、うん、メッセージ待ってるよ。オートメッセージはこれもちろん何、串田さんが入れるの、やっぱその辺はなんかさ入れんの、セーラームーンとかに頼まない、いいよあのデフォルトのやつで、ただいま留守にしておりますってやつ、ただいま留守にしておりますそんなにうちのそんなに性能悪くないよ本当はい、電話番号です、ね、はい、電話番号はこちら、マガジン5ページ目、東京03-3423-3377っていつものファックスの番号じゃん、いいの、あ、普通はファックスなんだけど受付時間が決まっているわけですね。毎週土曜日の午後6時から11時まで、うん、毎週土曜日の午後6時から11時まで東京03-3423-3377に皆さんの声、今日彼がとかそういうの入れてください、うん、ね、おかけになった際、ただいま留守にしておりますね、ららららら、電話の方は恐れ入りますが後ほどおかけ直しくださいというメッセージが出ることがある。あ、あるある、この時は、あ、でもあれオタックスだっけ、セントリガさんのって、うん、じゃあ27件とかしか入んないよ。そうだよ、あのね、違うあのね、20分設定モードだよ、あれ1分で20件だよ多分。だよね、うん、うん、うちそうだもん、あ、3台ぐらいあるから大丈夫ということは、60人ぐらいの方から1分ずつメッセージをもらえるかもしれないねってことですね、うん、はい、
ということでね、もしそういうメッセージが出ちゃったときは次回のご利用お待ちしておりますというコーナーでした、うん、あ、書いたんじゃん。なお、この電話は大変混み合うことが予想されます、うん、お一人様のメッセージは1分以内とさせていただきますのでご了承ください。2件以上入れてたらこっちからいたずら電話してやる、チキシャ、うんうん、ね、嘘、この後6時からもう受付すんの。あ、皆さん今日の6時から、東京03-3423-3377ってもう6時になってる。ああ、じゃあそしたら明日のみんな天皇賞の予想を入れといてくれとりあえずね。3423-3377が優勝するか。そうだね、もうシューマッハワールドチャンピオン決まってますから皆さん色物に走りましょう。一体誰が優勝するでしょう、うん、F1 グランプリね。ねえ、だってもう6時でしょ。この番組終わったらね、すかさず入れられるわけだ。今電話してもいいよね。あ、そうか、ああ、今聞いてるバーカ、ダメだよお前、電話してんじゃねえよで、後で電話してくださいとということなんで、3423-3377ね、皆さん電話くださいね、うん、え、他にも新コーナーあるでしょ。本当、うん、ちょっと目次に戻ってみましょう。目次に戻ってください。来週からのお知らせ、お知らせ、来週からは G1 ウィークです。バン残なんだこれ言ったじゃん、30分になりますよって土曜日がね、だから水曜日から土曜日までの5時半から6時までの間になるわけですね。シティハンターが見えない。シティハンターとそうか、争わなきゃいけないのかうわ、ちょっとつれえな、つらい。シティハンターの8だろそれは。だってドラゴンボールもいるよ確か。ドラゴンボール今いる？いるいる。 CX の5時半6時ですよ今。 今いるっけ？いるいるいる。今妹よやっちゃってない？妹よが4時半5時半あ、そうなんだ、うん、うわ強敵だ。だってで、うち数字で、水曜日はね、水曜日はうちらじゃないんだよね。水曜日は第1班が作ってる、第2班だっけ、エニックス情報局。ごめんなさい、私どっちでもいいんです。うちが1班、どっちでもいいです、別にエニックス情報局ね、毛色が違いますが、これはこの通りやっていきます。毛色が違うなんと、かわいそうじゃん。なんと5週連続ドラクエ6やってます。今今はタクティクスオーガが楽しいです。そうじゃ、エニックス情報局ね、頼む頼む頼む、エニックス情報局ね、はい、そちらでクエスト情報もよくやってくんねえかな、はい、木曜日新作ソフト情報局、新作ソフト情報局 with プレビューと、うん、秘伝ソフトプレイヤーズチェック、変わんないじゃん、うん、それから残金曜日は今週のお買い物情報と、うん、土曜日から引っ越しの串田理子のスーパーなんでも語っちゃうよ。そうか、昨日であれ終わっちゃいましたからね。なんだっけ、何、ブックメーカー。あー、そっか、うん、そしてあのコーナー面白かったんだな。土曜日はブックメーカーパート2と、あ、ここに理子ちゃん電話が入るんだ。うん、来週じゃあみんなの声が聞けるかもしれないね。そうなんだ、みんな放送を意識してね。これよく小林くんは反対しなかったね。多分作業的には小林くんか辛いの、ね、その辺が辛いはず。うわエディの高橋くんにやらせようとしてる。なんかなすりつき合いが始まっちゃってるね。もう次行こう、次残来週から違う違う、ま、目次だよ目次分かってますよ、僕だってもうこれ使って半年やってるんですから、はい、語っちゃうネタ大募集ということでね、さっき語っちゃうようやりましたけれども、うん、これのネタをなんと皆さんに募集すんの、するんですって募集すんの。あのでもね、一番問題なのはね、はい、そのね神田でやってる大事な会議にね、僕と串田さんが出てないっていうのは結構問題だよね。分かってないもんね。僕は出なきゃいけないはずなんだけどね、本当はね。分かってないもんね、何も、ね、まあそういうスタイルですから。はい、ということでね、皆さんからあのベスト3ネタを募集します。おうおう、その際にね、うん、皆さんの私のベスト3っていうのも書いてください。これね、うん、例がサンプルが入ってます。例えば、こちらは何、自分の作ったゲームに曲をつけてほしい作曲家ベスト3っていうサンプルが入ってますね。ほうほうほう、はい、誰が1位なんでしょうか。3位、小室哲哉、ね、そうか。第2位はジャン、モーツァルト第1位は後藤嗣俊さん。これ 誰がおはがきくれたのかな。誰だろう、次ぐらいに入ってる、徳島県の就職なんだろうさんからいただいたんですけれどもね、これを皆さんのまず紹介して、その後私の、いいベスト3を発表すると。君センスいいよ、ゴッキーに頼むあたりは世代が一緒だね。いや、モーツァルトでしょというコーナーに大変身しますんで、皆さんベスト3どしどしお寄せください。私に語ってほしいネタ、あなたの語りたいネタね、10ページ目に宛先入ってます。ということでね、11月からは、うん、30分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 構成になって、我々もね、さあいつからまた時間が変わったりするんでしょうか。冬休みの王様でしょ。ああ、ありそうじゃない。ある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 、ね、正月の王様とかね、うん、年末の王様とかさ。うわ、年内はこれでいく、
いいんだよ年末の王様ないって、ね、絶対にねあのクリスマスの王様っていうのを境にもう一回冬休みの王様っていうのやると思うねやるよね絶対ね絶対あると思うだって絶対さ正月用特番にした方がゲーム的には美味しいもんでしょということでじゃあ冬休みの王様になるまでは我々この体制でね、うん、30分集中力ももうと高めて頑張っていこうじゃないかということで、来週からもね皆さん応援してください以上ウィークエンドスペシャルでした虎の大穴はい今日お送りしたロゴスパニック秘伝ソフトですね、うんこちらの方の秘伝ソフトプレイヤーズチェック、皆さんから応募してます、皆さんねアンケート形式になってますマガジンの方入っておりますんでこのアンケートにお答えする要領で答えていただく要領で、そのゲームへのね批判とか感想をお寄せください批評ですねお寄せくださいあなたの声が明日のゲームシーンを変えるかもしれない上に、うん応募いただいた方からね抽選で、製品版ロゴスパニック1名様にプレゼントいたしますんで、うんこちらの方ねどしどしご応募くださいゲーム虎の大穴F1 のねパシフィックグランプリで、シューマッハが、4ポイント以上ね優勝しましたんで、ワールドチャンピオンに決まりましたということは鈴鹿はまあ消化試合っていうかね消化試合っていうかリセットがかかったっていうんですかいわゆるシューマッハタイトル決めリセットがかかったところでなんとですね皆さんここで悲しいお知らせがありますこの番組もリセットになった違うんですねあのハガキ送るとメモリーパックが当たるっていうなんかやってましたよね、うんあれ11月じゃない10月までだったんですよえだから言ったじゃんみんな早くしようよってリセットかかっちゃいましたというのはですね、11月1日から実はサテラビューがあの店頭でも販売されるんですね今まで通信販売だけだったでしょう、うん、店頭販売になりまして、メモリーパックもねじゃんじゃん発売されますんで今までのはあの通信で買ってくれた人の絵のサービスだっていうことであらまあ。ただしですねただしあの新しいノベルティグッズゲーム虎の大穴オリジナルのノベルティグッズを今作ってますしかも、新しいポイント制度もね神田の会議で考えてるらしいよ我々の知らないところで1000円でね75個ぐらいできるようなものだってそういうやつ考えてますんで、皆さんね期待しててくださいそう F1 でもね結構タダでくれるやつあんだよまず マルボロタダで配ってんだミカハッキネンが後ろについてるやつあとマイルドセブンねマイルドセブンすごいんだわマルボロはあのタバコだけだけど、うん、マイルドセブンもまあタバコなのよシューマッハか右京がついてるタバコなんだけど、うん、あのね例えば7時半からとか特定の時間にいきなり傘とかねマイルドセブンのね帽子配り出すの嘘ほんとでバシック GP で私傘欲しかったのにもらえなくてとりあえず来年ベルガーベネトンだからねマイルドセブンかなと思って帽子だけゲットした、うん、ただだよただすっごい太っ腹でしょいやすげえなんでもらってきてくれないですか僕らのようにもしくはみんなようにきびだんご買ってきたじゃんいや岡山名さん全然あのきびだんごはだって2日後には僕の体からいなくなってるもん多分マイルドセブンいいマイルドセブンは吸わないけど帽子帽子、うん、右京の帽子いや欲しかったいいんですよ何もらえるかな昔シェル石油ねベルガとかセナのステッカーくれてたのにな今回の石油くれない石油くれないくれない、ポリタンク持ってこうやって給油してくんないんですけどね、そんな感じで、虎の大穴50分体制の土曜日は今日が最後でした皆さんどうもありがとう来週からも応援してね、お相手は串田理子でしたごきげんよう